並木だ。あったり、どうしてわかったの？並木がここに呼び出したんだろう。そうだったね。それにしても人がいっぱいおるね。やっぱり東京はすごかね。方言が出てるよ。え、本当に？自分では気づかなかったよ。そうなのか。割といつも出てるけどね。それでは浅草女子高校ジェットレース部、神田川ジェットガールズのミーティングを始めます。どうしてこうなった？だってミサちゃんがやりたいなら好きにしろって言ったから。好きにしろというのはそういう意味じゃない。私を巻き込まないでくれ。え、そうだったの？私ミサちゃんとまた走れたらいいなって思って、それで先走っちゃって、そのごめんなさい。わかった、私ミサちゃんの登録取り消してもらってくる。え、待って、取り消す必要はない。本当に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 ？よかった。だって私はミサちゃんと一緒にやりたいから。そんなこと言われたら、うわ、やったー、目指せ神田川杯優勝。神田川杯優勝？随分と気軽に言ってくれるが、そんな簡単なものじゃない。大丈夫、一生懸命頑張ればきっとどうにかなるよ。そんなことより、どうして浅草に？ミーティングなら部室でいいだろう。それはそうなんだけど、私一度浅草に来てみたかったんだ。あ、見て見て、ミサちゃん、このお店で売ってるイルカのキーホルダー可愛くない？確かに可愛い。でしょでしょ、部活の創設記念に2つ買ってお揃いにしようよ。お揃い？そんなことしたらすごく仲良しに見えちゃうよ。うん、だってすごく仲良しだもん、私とミサちゃん。そうか。これはジェニファーが先に目をつけたの。だからこのキーホルダーはジェニファーのもので。言いがかりはよしてくれ。先に目をつけたのは私たちだ。 No! ジェニーの方が先でござる。ミサちゃん、他にもキーホルダーはあるし、別のにしようか。ダメだ、あのイルカのキーホルダー私たちが手に入れ。このキーホルダーはレアものです。ジェニファーも絶対譲れないね。ジェニーは純度の高いオタクです。ソロ、こうなったら手がつけられないでござるよ。ここはミサちゃんが大人になるって選択肢はない。お主たちがジェットレースをやってれば、それでケリをつけるっていう手もあるでござるわ。奇遇だな。私たちは浅草女子高校ジェットレース部、神田川ジェットガールズ。聞いたことないチームでござるわ。レースで決まりだ。望むところだ。
外の緩やかなラインと細い道幅のコースが入り組むネオ日本橋、工夫次第で走りを有利に進められそうですね。コースの構成がシンプルとはいえ、各所に技術で切り抜けるポイントが、細かい爪で攻める姿勢が必要。マシンの操縦は任せた。3、2、1スタート。キーホルダーは誰が渡したものでも違う、私たちのものだ。もうミサちゃん落ち着いてよ。ジェットレイスがこうなっては、試合で決着をつけない限り止められないでござるよ。行くよ、ナミキ。今がチャンス。まだ大丈夫、大丈夫。決める、後ろから来てる。私は外さない。撃てるぞ、後ろから来てる。エミリー流忍法いけるでござるよ。私は外せない。ジャパンの顔は流れが速いでござる。あと一瞬、それであのキーホルダーは私たちの。ノーノー、必ずジェニファーたちがいただきます。ミサちゃんから意外と子供っぽいんだから。なみきし、お互い大変でござるな。今でござる。
やったな。私は外さない。必ず当てる。ゴールだ！これは驚きました。思っていた以上の成績。すごい！1位になったよ。Thank you.